44スペシャル弾は、スミスウェッソン社が、リボルバー向きに開発した、大口径のセンターファイア方式の拳銃用、弾薬である。メートル砲での表記は 11.2X29 メートル MR 弾で、ある。当初は1907年に発売された S&WM ニューセンチュリーで使用する弾薬として、同社の 44S&W ロシアン弾をベースに、 薬協長が延長されており、発射薬には黒色火薬が装填されていた。その後、圧縮黒色火薬に改良され、現在製造、販売されているものは無塩火薬が装填されている。44口径もの大口径弾薬でありながら、パワー、弾道特性のバランスが良く、射撃競技等においても良好な命中精度を示すことから、S&W 社のみならず、 コルト社やブラジルのトーラス社、ロッシ社等もこの弾薬を使用するリボルバーを開発した。その後、S&W 社とレミントン社の共同で本弾薬をベースに薬協調をさらに延長した。44レミントンマグナム弾が1950年代に開発されたが、それによって本弾薬は44マグナム弾と比較しての威力の低さから、 影の薄い存在となってしまい、店頭へ行っても、44マグナム弾は、ロシア製の安価なものと、幅広いところから発売されているのに対し、44スペシャル弾は売ってないところか、売っていたとしても高価な純正弾ぐらいな場合もあると、言う。ありがとうございます。